なんて伝えれば。すみません、負けちゃいました。この先どうしましょう。カフェが危ないのに、これじゃ明るすぎるかな。ごめんなさい、私のせいでもうおしまいです。これじゃ悲惨すぎる。ここでモジモジしてたって何も変わらないの。そうだ、また一からやり直したとしてもその時頑張ればいいだけなんだから。よし、勇気を出して。あれ、カフェの前になんでこんなに人がいっぱい。まだ開店時間にもなってないのに。あれ、あの子じゃない、テトラのイベントに出てた。そうだ、ああ、そうそう、格好は違うけどあの顔だよ。メイドカフェだからメイドの衣装ってことか。すみません、入ります。女王様、今入っていったのがピカピカウサギさんです。今はウサギさんじゃないからピカピカさんでしょうか。そうなのね、アリスを長いこと楽しませてくれたようだから、私も久しぶりに散財させてもらうわ。今日は何でも好きなだけ食べなさい。嬉しいです。一体何が。そうだ、来た、待ってたわ。そうだ、あ、ここはエイド。私、実は。待った、先に聞きたいことがある。え、イベントで一体何したの。はい、昨日イベントが終わった直後からすごく大変だったのよ。え、私は一生懸命頑張ってただけです。結局優勝もできませんでしたし、何か問題になったんですか。やっぱり今すぐお店がおしまいとか。優勝したかどうかは問題じゃない。じゃあ何が。それがね、お客様がすごく増えたの。いつもの20倍ぐらいのお客様が押し寄せて、準備していた食材が足りなかったぐらいよ。いくら料理を運んでも列が減らない。みんな、ソーダはいつ働いてるのって話ばっかり。あ、ってこと、もしかして外に立ってたのは。そう、全部ソーダを見に来たお客。どうやったのかはわからないけれど、ソーダ、ずいぶんたくさん宣伝してきたのね。かっこいい。それでこそプロメイド。それってソーダに会いに来たお客様のおかげで売り上げも急上昇よ。この勢いが1ヶ月でも続いてくれればカフェの経営も当分問題なくなるわ。それだけソーダがお客の相手をすることになるから大変。でも私たちが頑張ってサポートする。本当にお疲れ様。そうだわ、最高。本当に良かったです。カフェがなくなるかもしれないって不安でした。ご主人様から連絡をもらっていたのよ。そうだがどれだけ頑張ってどれだけ素敵だったか全部聞いたわ。資金面でもいつでもサポートするとまでおっしゃっていたわよ。本当にこんなに優しい人たちに囲まれてるなんて、とても幸せです。
それはソーダが優しいからよ。そうだよ。そうだ、もう泣くのはおしまい。そろそろオープンの時間だよ。ソーダに会いに来たお客に真っ赤な目は見せたくない。違う？うん、うん、は、はい。メイドカフェを守る戦いはこれからよ。できるわね。はい。私たちはプロメイドだから、今日も頑張ろう。おかえり。おかえりなさいませ。おかえりなさいませ、ご主人様。メイドカフェへようこそ。